バーベキューは17時からかな。なんでそれに被らないぐらいの時間かな。15分ぐらい配信します。やっほー。バーベキュー、バーベキューさ、弥生とまこさん名前書いてあってさ、え待って出れんのとか言ってたんですけど。おーかわいいね。カニちゃんです。そう、バーベキュー出れないの弥生。ちょっと名前がね出てたんでね、ちょっとえお出るのかみたいな感じになってたんですけど、出ないんですね。ピンク組でしたからね、ちょっと可能性としてはね、なんか出そう感はあるでも無理でしたね。古本屋さんだよこれ。カニちゃん、お腹空いてさ、ね、お腹空きましたよ、めっちゃ。ありがとうございました。楽しみです。めっちゃ呼ばれてる、ちかしげさん。ちかしげさん。こんにちは。やばい、口の色がなさすぎる、あまりにも。一緒。なんか白ピンクみたいな色。恥ずかしい。見てください、すごくないですか。お前は立った。なんかすごい。立った。大変だった水筒が。すごいすごい。やほー、カニのボールペン、そうめっちゃ書きにくいけどカスカス字でも全然綺麗ですよ。いけるいける、うん、これで重くないんですかこれ。え重い、やよいさんのペンです。重くないんですか。重い重い、重かった、うん、すごい声出た。放送事故。ごめんなさい。放送事故。もう一本。あ、もう一本あるで。え、あ、おりますか。あ、優しい。ありがとうございます。もう事故してるから今。事故りまくり。やばい、下から見てる。ちょっと待ってくださいね。一回ね、あの映像が乱れました。失礼いたしました。あ、めちゃくちゃ。あ、失礼いたしました。失礼いたしました。隣は誰？若たんです。暴れてます。ロジコ若たんです。失礼しました。イエーイ。こんにちは。インスタいつも見てます。ありがとうございます。見てください。よく写真と雰囲気違うねって言われます。そうですか？え、なんかもっとお姉さん系かと思った。ああ確かに。こんなんでーす。でもそれがあれですけどね、ギャップ萌えですけどね。えそれやったらいいけどな、やゆいさん思ってたのと違うなとか思われたい。ちょっとえでもなんかもっとなんか物静かな方やと思ってました。意外と破天荒な天然キャラでした。さっきコメントで若田やゆいちゃん似てきたんで。えでも確かに同じ雰囲気を感じること多いです、うん、なんかわかる。なんかつい、うん、よくあの慌ててなんか慌ててれますよね、うん、リハーサルの時もだいたい私慌ててる時なんか弥生さんいる。ええちょっと待ってちょっと待ってみたいな。よく言ってる、ね、若ちゃんも物静かだと思ってた。よく言われます。確かに確かにね。私も友達とかだったら一印象と違うってよく言われます。今日の夜公演を見るために東京から来ました。弥生ちゃん推しです。ちょっと待ってごめんなさい、夜公演待ってらなんです。弥生出ない。ちょっと待って、弥生さんも実は夜公演待ってらの皆さんなんです。東京から来てくれたのに待ってら見るのかな。待ってらなの、超おもろい。ごめん、ね、昼公演の打ち間違いだったらいいんやけどな。ちょっとどうしようかな、大丈夫かな。ワテラさん楽しみですね。ワテラに加入するしかない。これはもうなんかソファ役とかなんか椅子役とかで出ますね。はい、土台になって出ようかな。ドタバタコンビです。ドタバタです。B2 の。B2 のドタバタ。B2 の下っ端ドタバタキャラ。最悪。ドタバタキャラです。出るしかないか。今日の髪型、今日
今日はね、中身です。ネジネジヘアですね。いや、片方だけハーフハーフツインにしてたんですけど、うん、下ろしてしまいました。え、そうですよね。なんかさっき、あれ、弥生さんツインテールやったっけって反省会の時に、そうそうそう、あの適当にくくったツインです。今はかわちいです。あ、昼公演見に来たらしい。よかった、うん、楽しかったです。よかった。見えないものが見えてるのかも、ね、よかった。夜公演どうしようかと思って、今日はね、なんか昼公演だけっていうのが珍しすぎて、うん、外出たらかわいい、明るいの、マテラだ、マテラ、楽しみですね、楽しみですね。芸名も配信ありますよね。え、あるっぽいな、うん、見よう、見ましょう皆さん。だからテンション上がらん、なんかいつもと違う、ね、ちょっとドキドキ感ありますね。どんな感じなのか、昼公演だけっていうのがあんまりないからさ、うん、まだ明るいですもんね、外出たら。え、なあ、明るい時間に感じる。お疲れ様です。こんにちは。そのまま劇場で見たらって、ね、確かに、確かに、もうこのまま夜まで寝る。でもそうね、なんか言おうとしたよね。確かに休みの日に公演が1回って珍しい、うん、あ、そうですよ、裏なんばちゃんで今からすぐ赤組がバーベキュー。悔しいね。ね、悔しいですね。私たちも肉食べたかったですよね。ピンク組特権で食べれたらよかったんですけどね。こっそり行きたかったな。明日から、そう、明日からね、ナンバラウィークなんですよ、皆さん。ナンバラ、ナンバラ。ナンバラ、ナンバラ。え、何日出ますか？16、明日？あ、一緒です。明日出ます。私も16です。明日だけ出ます。16だけ。16だけコンビ。16だけ出ます、コンビです。でも、皆さん、平日もね、ぜひ、なんか日替わり企画とか投資企画とかあるんで、楽しそうなのがいっぱい ね。私がファンの皆さんやったら全日行きたいですね。おとファンが言ってるからね、はい、なんでぜひ皆さん来るべきです。来る価値ありありですよ。平日、弥生がね出ない日でも行ったらめっちゃ得なことがあるかもしれないので、うん、ちょっと行ってみてください。確かに、あのこの前のアミさんみたいに変装してバーベキュー行きますか。ほんまや。帽子かぶって、スタッフとして。え、あれ気づかなかったですか。全然気づかなかった。すごい。え、めっちゃ喋ってって、しかもよく聞いたら普通にスタッフさんとの会話をしてたんですよ、うん、え、めっちゃ変な人やってなんかほんまにあのお肉をマコが、うんうん、結構一パックぐらいかな、うん、全部アミに並べて、うん、もういっぱいやったのに、うん、そのなんか火ないところにめっちゃお肉並べてきはって、スタッフさんがでな、あ、もうなんか結構乗ってるんだよみたいな、あ、私がもう大丈夫ですみたいな言ったら、それのハミちゃんやったっめっちゃ会話してたわ。やっぱ気づかないですよね、まさか。気づかん、同期誰も気づいてなかったから、ちょっと反省ですね。したもんね、アミさん、スタッフさんやけど、確かに普通のスタッフさんやったら、うん、なあ、あんま食べられないけど、おもろい。え、一人ですい変わりそう、一人ですい変わりしてたらしくね。なんか見ました、アミさん、めっちゃ怖かった。しかもなんかクーラーない部屋でなんかめっちゃ暑いながら部屋の中で、大変すぎる。すごい、配信中です。今のひかしげさんの顔気まずそうな顔してました、ね、さっきドア開いててさ、閉めたら、あ、今配信してる。あ、それはやばいな。めっちゃ喋るやん。配信してるって分かってからめっちゃ喋るやん。
近関さんは妖精さんですから、妖精さんやから、ね、唯一あの男の人の声が入ってもバンされない人は確かに近関さんです。近関さん出たがりやから近関さんね出たがりらしい、うん、彩香が嬉しそうですもんね、なんかそうそうそう近関さんって言うんだ、欲しいやってるみたいな人気やな、ファンの人にも。ステージの幕を開けてくれる人、そうですそうです。たまに間違える。たまに間違えるんです。バーッと開いて、あ、開いた、開いた。なります。いろんな公演をねやってるからね、近重さんは。わかんなくなっちゃうから。そう、ごっちゃになっちゃうから。後半はこの曲からです。バッ。開けられるたまに。昨日は舞台袖でノリノリやったねって、え、見えてるんですか、どういうこと、どういうこと舞台袖、え、見えてんの、え、舞台袖まくって自動じゃないんだ、自動じゃないですよ、手動ですよ、ね、自分で開けて入るもんな、めっちゃ、ね、ちょっとパッて開けて、金子さんって生誕ティーやったんですか、え、なんか金子さんの生誕ティーやるから近重さんの生誕ティーもって、えー、金子さんの生誕ティーやるんや、めっちゃおもろい、知らんかった、え、なんかさ、うん、あの密着10期生密着でさ、うん、金あのみんなメンバーの横にさ年齢カッコでつけてるやん、うん、あの金子さんの横にも年齢カッコでつけられてたさ金子さん56何話ですか、何話やろ、めっちゃ合格発表とかかな、なんかほんまになんかやばい、しんない、なんとか辰本彩生19みたいな、金子さん56え、あおもろすぎる、面白いですね、うんうん、あ合格発表の時かめっちゃ見よう、詳しい、うますぎる、近重さん何歳なんですかね、近重さんの年齢知ってますか、ええ40代後半次こっち来たら聞きましょう、近重さん何歳ですかって言って、うんうん、待って、なんで皆さん、え、あれですか、予想ですか、予想、なんか知ってるみたいな感じで流れてくるんですよ、誕生日8月6日え、なんで覚えてる、なんでメンバーでも危うい、その辺になったら誰かが言い始めてお祝いするみたいな感じや、ね、わぁ、こんな時に限って戻ってくるね、永遠の18歳、18は厳しいでしょう、しでも近重さんってさ、うん、めっちゃマスクしてたら若く見えへん確かにここだけ見たらなんか少年みたい な, そうそうそう、なんかおらんところでめっちゃめっちゃ失礼、うん、近重さんお疲れ様です、しげさん来ないな、35歳、嘘、いや私の予想は48とか47、8、あ、ちかしげさんちかしげさん何歳ですか、ヨロです、ヨロヨロヨロ、ちょっと配信盛り上げようとしてくれたヨロですめっちゃおもろい、ヨロヨロでした、ちょっとガンモロスキル近重さん、あやばい、面白いあ、そうや、青いエモの季節の少年役、あ近重さんやばい、あれもう少年じゃなさすぎて落ちた、ヒゲ濃すぎ、まず痛い、ヨロです、ちょっともう一回やってね、見返そう、ちょっとほんまにおもろすぎるヨロ歳ちょっとさすが、さすが。ヨロで、ヨロだけ言って去っていきました、ちかしげさんの下の名前はみつひろさんですめっちゃバラすやん、こよりんがみつひろさん言ってるから、言ってる、いつの間にかこよしげになったしな、こよしげ、こよしげもすごい、なんで、なんで知ってるんですか皆さん、めっちゃ詳しい、他のメンバー、うん、
さん言ってたんですか。なんかあきら先生のこととかもめっちゃ知ってる。すごい、なんか私たちより知ってる。なんかお母さんがライブ会場にいて、あきら先生がいはって、そしたらなんかファンの人が、なんか、あきら先生、後でサインくださいみたいな言ってはったよって言ってました。あきら先生のなんか、あの握手会場かなんかライブ会場かな、あのあきら先生とツーショット撮るためにめちゃくちゃ列ができてるみたいな、私らよりアイドル。写真見せてもらいました。すごいすごい大人気大人気。でもなんか初めセレクション、で初めてあきら先生見た時に、うわ本物やって思いませんでした。なんかおおって思った、オーラがやっぱそうなんや大人気。七期生さんの密着とか見てたからやっぱ、本物やってメンバーさんと同じ感覚でなりましたね。焼肉配信始まった。17時始まったか。じゃあちょっとそろそろ読みます。読みたいと思います。あれ15分経ってたんかな。今経ちましたで出ました。私じゃあとっくに経ってた。13位、かえちゃん、くまモンブランさん、ありがとう。ありがとう、くま。12位、あずちゃん、ありがとう。11位、しろちゃん、ありがとう。10位、かるちゃん、ありがとう。13位、つちよさん、ありがとうございます。9位、みっちさん、ありがとうございます。11位、スーパーサブさん、ありがとうございます。8位、りーさん、ありがとうございます。9位、ごつちゃん、7位、せとしさん、ありがとうございます。8位、しのすきのすきさん、ありがとうございます。7位、じゅんいち、ありがとうございます。6位、さかぐっちゃん、ありがとうございます。5位、野原しのすけのすけ、ありがとう。4位、なおくん、ありがとうございます。3位、かえりちゃん、ありがとうございます。4位、吉村哲也さん、ありがとうございます。2位、けんちゃん、ありがとうございます。そして第1位は3位、しずまる、ありがとう。ちょっちゃん、ありがとうございます。2位、ゆうくん、ありがとう。皆さん、ありがとうございました。1位は、あつまる、ありがとう。いっぱい、こまちゃんもありがとうございます。バーベキュー配信とありがとうございました。裏ナンバちゃん見てくださいね。お寺の皆さんの冠ライブ、それでは見てください。